昨日、金沢市内で死んだフクロウ1羽が見つかり、A 型鳥インフルエンザウイルスの陽性が確認されました。今月6日に見つかったハヤブサに続いての陽性です。県によりますと、昨日、金沢市内で死んだフクロウ1羽が見つかりました。県の家畜保健衛生所で簡易検査をした結果、A 型鳥インフルエンザウイルスの陽性が確認されました。 今後、国立環境研究所で抗病原性の有無を調べる予定です。金沢市では、今月6日に死んだハヤブサ1羽の陽性が確認されました。県は、ハヤブサの発見場所から半径10キロ以内の20地点で監視パトロールを行っています。今回のフクロウの陽性確認で、さらに8地点を追加し、来月5日まで監視パトロールを実施します。また。 半径3キロ以内にある鳥の飼育施設に、今日立ち入り検査を行い、異常はなかったということです。県は新田野鳥を見つけた場合には、県や市、町などに連絡するよう呼びかけています。